こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。台湾祭 in 京都が開催されます。お、いいですね。内容を簡単に見ていきますね。日程は3月20日から5月6日まで。場所はイオンモール京都庭広場。地図はこんな感じです。京都駅の目の前でアクセスは良さそうですね。そう思います。会場ではいつも通り台湾グルメが楽しめるのと、台湾生ビールも楽しめるようです。台湾生ビールは毎日数量限定となっているので、お目当ての方は早めに行かれた方がいいと思います。内容はこんなところですかね。いつもだと物販なんかもあると思うんですが、今回はないんですか？イオンモール京都の中に台湾祭のストアが入っていまして、お土産などはこの店舗で買ってもらうことを想定している気がします。台湾祭のページ上にはそのあたりのことは書かれていませんが、会場に行ったらそういう案内が出ているのではないかと予想されます。了解といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。